ね、僕はね、幕末好きなのは、まあ、吉田松陰先生なんですけど、彼も一人ですよね。ね、彼がむちゃくちゃですよ。もうむちゃくちゃっていう時点だけども、まあ秀才で、でも10代で全部犯人やる本読んじゃってですね。で、これはもっと勉強したいということで言ったら、じゃあ近くに長崎があるから、長崎行ってですね、平戸で勉強してこいというふうに言われて、平戸行って勉強してたらですね、どんどん世界のこと分かってくるわけですよね。だから、今度は江戸に行きたいというふうにお願いしたら、秀才なんで、このままじゃあ行ってこいということで、江戸に行きましたと。で、江戸で勉強してるうちにですね、どうも日本はこのままだと、北海道、それから東北地域が危ないと。ロシアを中心とした、ね、西洋の国に占領されそうだということを方々から聞くわけですね。で、吉田松陰は学問もするんだけど、やっぱり自分の目で見てみないと、ね、納得できないからということで、じゃあ東北行こうというふうに仲間と約束するんですよ、吉田松陰先生ね。で、仲間はそれぞれ犯人願いてたら、まあいいぞということなんですけど、江戸時代っていうのは勝手にね、自由に行き来できないんですよ。だから犯の許可を取らないといけない。吉田松陰の仲間の藩士たち、仲間とか友達たち、他藩の人たちは許可が下りたんだけど、吉田松陰だけはですね、許可がなかなか遅く届かなかったんですね。そこで彼は何をするかですよ。ね、普通だったら、ちょっと先行っといてと。ね、俺許可まだ来ないから、ね、後から行くわというふうにするんだけど、吉田松陰違います。男が一度行くと言った側にはですね、ね、行かないとこれは治りだと。だから、バッバンして行くと言って、藩の教えを、ね、許可を待たずに、東北の視察に行っちゃうんですね。で、ずっと青森ぐらいまで歩いて行ってですね。で、北方地図をちゃんと調べて、で、帰りは茨城の水戸あたりでですね、泊まって、そこで水戸学なんかを学んでですね、で、日本の成り立ちとか、で、そういったものを学んで、で、また帰ってくるというようなことをやっていました。そして、当然、藩の許しを待たず、ね、まあ、脱藩状態で行っちゃったわけですから、怒られてですね。で、処罰食らうわけですよ。でもまあ、それでもまだ優秀なんで、ね、許してもらうんですけど、今度はですね、やっぱり西洋の脅威はもうとんでもないと、そのままじゃ本当に日本が飲まれると思いますから、彼は何しようとしたかというと、アメリカとかロシアに渡ろうとするんですね。最初、ね、長崎の方にロシア船が来てるっていうから、それに乗っていこうとしてたらですね、熊本にちょっと寄ってる間に船行っちゃってですね、ロシアに行けず、そして今度の機会待ってたら、今度は浦賀にフェリーがやってきたということで、フェリーの船のところに乗り込んでいって、アメリカに連れてくれと言うけども、アメリカ側からしたら、いや日本で今国交を開くための、ね、交渉、まあ交渉といってもまあ脅迫ですけどしてるから、ね、問題になるからダメだというふうに言われてですね、で、泣く泣くまた、下田に帰ってきてですね、そして、奉行所に出頭するんですね、外交に交渉しましたと。だ当然も捕まって、でもお前だということで、で牢獄に入れられちゃうわけですよ。でもそれからでも彼は学問をやめないね。で牢獄に入って何をしたかっていうと、牢屋にいる人たちと勉強し合ったわけですね。自分は申しを全部暗記してるから、ね、それをみんなで伝えますと。でその中には書道の得意な人とか絵を描くのが上手な人とか、そういっぱいいらっしゃるから、あなたも先生だって、あなたも先生だって、あなたも先生だって、で私は申し教えるよという形で、ね、牢屋の中で勉強が始めるわけですよ。さあその内容が面白いもんだから、ね、牢屋の監修の人たちまでですね、生徒になっちゃって、本当は見張らないといけないのに、で俺も聞きたいっつってですね、牢屋の見張りの人たちまで吉田松陰の生徒になるわけですよ。でこうみんなで勉強していく。でその中で吉田松陰、それだけじゃないですよ、なんで牢屋に入ってんのって聞いたら、大した理由じゃないんですよ。でちょっと不倫の疑いかけられたとかですね、ちょっと酒で行動が悪かったとか、そういったことだったので、また談判状、嘆願書を書くんですね。この人たちそんな悪いことしないから出してあげてくれと。ね、自分のことじゃないですよ、ね、出してあげてくれと言って手紙を書いていたらですね、本当に藩の方を認めてですね、何人かの人たちはそれで牢獄から出してもらってね。で吉田松陰はそうやって絶対諦めない、でとにかく一人から何かが始まるってずっと思っているから、ね、勉強を続けていくでしょう。で牢屋を出て、でも自宅謹慎ですよ。で何するかと、今度はそこで塾を開いたんですね。まあ、元々玉木文之進っていうですね、おじさんがやってた松下村塾というものの先生を継いで、ね、わずか8畳ぐらいの畳の間で始めた。で最初は生徒なんかいませんから、自分のお父さんとお兄さんに自分が学んできたこととか、ね、学問、それから視察してきたこと、それからこれから世界がどうなっていくかということを話してたんですよ、家族に。ただその話がまた噂になって、ね、山口中から長州中から子供たちが集まってくる。わずか1年半の
講義の中で100人ぐらいの生徒が聞いたんですけども、そのたった一人の吉田松陰という人の学びとか思いから100人の生徒ができて、そのたった100人ぐらいの中からですね、ね、総理大臣が何人も出て、ね、大臣も出て、ね、で、優秀な官僚も出てという形で、まあ、明治の一つのですね、動きのきっかけを作るというわけですよね。私ね、こういう生き方がすごく憧れてたんです。ね、政治と関係ないと思うかもしれませんけど、実はそんなことなくて、ね、一人一人にそういうことをできる可能性があるんだっていうことをですね、感じてもらいたいと思ってるんですね。で、僕は参政党を作ろうと言って、まあ、2年ちょっとで、なんとか国政政党まで、やってくることができました。皆さんのおかげでもありますけど、でもまあやろうと言い出した功績は僕にもあると思います。ね、そういった点で、今は、ね、国会議員もしてもらってますから、ね、皆さんから、ね、すごいとか、頑張ってるねって言ってもらいますけども、でも、別にですね、僕がすごいとかじゃなくて、これはやろうと思えば誰でもできるんだっていうことなんですよ。そこに強い思いがあれば。だから若松さんもね、私なんかっていうことをおっしゃってたけど、でも若松さんとかも歴史とかの問題ってすごく関心が強くて、ね、このままじゃ日本の子供たちが、ね、日本のこと嫌いになっちゃう、こんな歴史教育じゃダメだということをずっと一人でやってもらえたわけですよ。で、それを民間じゃ広がらないから議員としてやりたいと。で、なかなかね、そういった保守系のことを言っても受け入れられないかもしれないけれども、でも参政党だったらそれは分かってくれるんじゃないかということで、もう叩いてくださって、一緒にやってくださって、で、見事当選ですよ。ね。で、今ではですね、結構もう党全体のですね、こういう意見書を出そうとかですね、いうことまでご提案いただくような、そんな議員さんになられています。ね。で、三井さんも政治経験はまだない。で、今ちょっとですけどね、お話聞いても結構気持ちが先行する方なんですね。はい。それがよく分かりました。だから、少し気持ちが前に出すぎることがあるかもしれない、選挙の時とかね。けれどもね、違うんですよ。一人からでもやろうというその気持ちにね、皆さん少しこうなんていうかな、共感をしていただけないかなというふうに思うんです。ね、最初は一見聞くと突拍子もないことなんですよ。だってね、吉田松陰先生はそうじゃないですか。ね、日本を守らなきゃいけない、そのために俺は外国に住んで行くんだとかですね。ね、で、自分がもう自由がなくなってからも、ね、ずっと子供たち教えてですよ。で、お前らが日本を変えろって言うんですよ。ずっと言ってたんですよ。だから高杉晋作とか草加玄瑞とか命かけてやったんですよ。あの人たちも吉田松陰さんと出会ってなかった、そうなってないんだから、ね、人間ってそういう力があるんですよ、我々一人一人に。だからそういった一人一人の可能性とか、ね、しかもそれ日本人の何かこうね、哲学みたいなものがあるんですよ、そこに。その可能性を我々がもう一回ね、取り戻していかないと、今かなり日本の状況厳しいです。厳しいですよ。さっき三井さんおっしゃった通りです。いろんな情報がねじ曲げられていて、経済も厳しいし、人口も減っていくし、ね、そして多くの人たちが諦めている。僕も奈良町にいて、政治を見せてもらってますけども、もうなんかね、政府与党が諦めてる感があります。ね、そういったところを僕は感じます。皆さん言わないですよ。そんな諦めてるなんて言わないです。そんなことは言わないけれども、でも議論している内容とか大きな方向性が何かですね、こうすれば日本がこういうふうに変わるよねとか、こういうことにチャレンジしようみたいな、そういう熱がないんですよ、政治の中に。はい。だから国民の皆さんが政治にね、失望していくのも分かる気がします。当然だなと思います、ね、でもそこをですね、ね、あいつらダメだって言ってても絶対変わらないんですよ、ね、外から見てて、ね、誰かいい人現れないかな、ね、白馬の王子さんも現れないかな、ヒーロー現れないかなと思っても現れないんですよ、ね、大阪ではね、橋本徹というカリスマ性のある人がいて、ね、彼に期待して維新の会というのができました、ね、でまだそれ13年続いてて今でもすごい強いんだけど、じゃあ維新の会ができて大きく大阪が変わって、そこから日本がいい方向に進んでいるかというと、僕はそうは思わないんですよ。でも東京法でいくと、で、自民党よりもやっぱり維新じゃないっていう人の圧倒的に多いんです、大阪では。この間の選挙結果もね、もう過去最高ですからね。うん。維新は問題あるのはみんな分かっていても、でも自民党よりは、立憲民主党よりは、というふうな判断が大阪府民の心の中にあるんだろうというふうに僕は推察をしています。うん。でも、そうではなくて、ね、消去法ではなくて、ここの党にかけたいとか、こういう人たちと一緒に自分たちもやりたいという、そういう気持ちがね、国民の心の中に生まれてこないと、おそらく何回選挙やっても、総理大臣を何回変えても変わらないと思うんですよね。
そこのムーブメントを国民運動として起こしたいと思っているのが我々参政党です。で、こういったことを起こすためには、ね、やらないといけないことがあるんです。まずどうしてもやらないといけないことは皆さんと情報を共有するということです。ね、よく例を挙げるのはこの3年間のいろんなことがありましたけれども、政府がやったことが本当に正しかったのかというまず検証ですよ。検証、あの政策は正しかったのかっていうことをやっぱりここで検証しないと。予算だけでも102兆円ぐらい使ってるわけですよ、対策費でね。だからそんなにかけて本当に効果あったのかどうか、そういったことをですねきちんと検証しないといけない。それからね、今のウクライナのこととか含めた国際情勢ですよね。これがこれからどうなるのかということも、ね、ニュースはきちんと報じてないように思います。一部ですね、断片的なことですね。例えばですね、ウクライナは、ね、ちょっと静かにしてもらっていいですか、ね、あの撮影されるのはいいですけど、もっと小さい声でお願いします。はい。すいません。ウクライナ問題でもですね、ウクライナかわいそうだから助けよう、それだけじゃやっぱダメなんですよ。なんであの紛争が起きてるのかとかですね、でウクライナさせるのはアメリカですよ。アメリカとロシアの代理戦争みたいなもんですね。はい、それが起きてるよと。で、今ロシアがそれに対抗してどういった動きをしてるかっていうことを、僕たちは隣国なんで、ロシアと国境接してますから、ポルトね、占領されてますからね。だからそういった国なので、ウォッチしないといけないわけですよ。でロシアはやっぱり中国なんかを巻き込んで、そしてインドとか南米とかの国も巻き込んでですね、一つの経済圏を作ろうとしてますね。で、何のためかというと、要はドルの支配を倒したいからですよ。ドルが基軸通貨だと、アメリカはドルが基軸通貨である限りはいくらでもドル吸ってればですね、物が買えるわけですよ。世界一の借金国はアメリカなんですよ。でけど基軸通貨だから、すれば何でも手に入るからですね、それでどん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 と国の富を回してきたというのがあって、まあ、我々日本も同盟国ですし、まあ、ある意味古文みたいなもんですからね、だからその恩恵に扱ってきた部分もあるので、ね、あんまりそれを悪く言うことをするとですね、手につばはることに一部なるんですが、でもそこはそことしてちょっと話を置いといて、じゃあその体制に対して、ね、ロシアがどう動いて、中国がどう今それに反応して、さらに EU がどっちに行こうとしているのかということをよくよく見ながら、ウクライナの支援をするとか、食料事情を考えるとか、台湾有事を想定するってやっておかないとね、今のマスコミ的な政治で、マスコミが作る、ね、論点でだけで物事を考えていると、気がついたらはしご外されてたということが起こり得る状況にもあるわけですよ。でもそういった議論が国会でもされないから、ね、どこでするんですかって僕は思ってるんですね。だから一部ネットの人たちは言ってますけど、ネットだけじゃ、ね、局地的じゃないですか。これを国民的な議論とするためのプラットフォームを、私たち参政党はですね、地方議員の皆さんに地域地域に作ってもらいたいわけですよ。で、若松さんだったり三井さんたちが、ね、まず最初に我々と情報を共有して勉強してもらって、ね、数十人かもしれない、ね、でもタウンミーティングみたいなことやって、市民の皆さんに今こういう状況になってますよっていうことをちゃんとデータに基づいてパワーポイント作って説明していけばいいんですよ。そしたらみんなへーってなりますよ。いや、こんなの知らなかったと。でもちゃんと僕らは海外のニュースとかそういうのを持ってきて話すから事実なんです。陰謀論でも何でもない、テレビが流してないだけです、ね、そういったことで皆さん理解してもらう。でその上で、ね、なんでそういう機能をしないのかということを国会議員とか他の議員さんに言わないといけないわけですよ。いや、今こうなってるのになんであんた方そういう機能しないのと、ね、何々無償化しますとかね、新しい視聴者立てますとか、ね、いやそれはいいんだけど、でも国の根幹が揺らぐような今国際情勢が大きく変わるような転換点だよねと。で中には第三次世界大戦だって言ってる人もいるんですよ、今は世界情勢を捉えてね。そういった中において、我々は今ね、直接ミサイルが飛んで、まあ、北朝鮮が撃ってますけど、ね、でも着弾したり、ね、人間同士が銃撃って殺し合ったりっていうのはないですよ、今我々の目の前にはね、ないけれども、でもだからといって安穏としてたら、いつそういう状況に私たちが立たされるかわからない情勢なわけですよね。そういったことをみんながやっぱりわごとと思って考えておかないと、急になった時に本当にまたそれもハスコハスされたような状況になるんですって。それを地域地域でしっかりと情報共有していきたいというのが参政党の地方議員の一番最初の公約なんです。これね、非常にね、分かりにくいかもしれないけれど、でもすごく大事なことです。皆さんがこれから一緒に、ね、日本のことを考えて行動してもらうために、それから若者たちがですよ、吉田松陰先生じゃないけれども、俺がやるんだと
いうふうな気持ちになってもらうためには、この情報の共有がものすごく大事なんです。だから私たちは政策、重点政策3つの中で一番に教育だ、教育だって言うんですよ。教育なんてね、本当にね、分かってるでしょ、僕も。教育を訴えても票にはなりませんね。それよりも目の前の例えば社会保障に安くしてあげますよとかね、逆に年金上げてあげますよとかですね、それ言った方がですね、それは絶対票にはなりますよ。学校給食無償化だとか、ね、医療費無償化だとかですね、それは雨ぶらされた方が、ああそれはメリットあるよなって思うから、目の前は。けれどもですよ、ね、目の前の自分のことだけじゃダメなんだっていうことをね、やっぱり誰かが言わないと、まあ、他の党が言わないんだったら賛成党が言わないとダメだっていう、なんか使命感があるんですよ、我々賛成党には。ね、教育って、ね、確かに目の前はすぐ変わりません、ね、やっぱりだって子供たちは、ね、やっぱり成長するの時間かかるから。でも、ね、さっきの蘭学の話じゃないけれども、誰かがちゃんとそういった学問の種を植えておけばですね、そこから人材出てくるんですよ、5年10年15年 でその人たちが15年後のこの桜を、この千葉を、ね、日本を支えていくわけじゃないですか、ね、だから教育って木を植えるような作業なんですよ、ね、この木だ、目の前に、ね、大きな木がありますけど、この木だって別に木の木を植えたもんじゃないわけですよ。誰かが何十年も前に植えてくださって、ね、いやもう100年かもしれない、ね、でそれを切らずにずっと、ね、残してくれて、ね、でおかげでこういったシンボルがこの立派な木になるわけですよね。だから植えた人たちは別に自分たちがこの立派な木を見ようとは思ってないわけですよ。将来の人たちのためにちゃんとここに木を植えといてあげようと、ね、思ってくれた人が日本中にいっぱいいるから、日本はまだ、ね、国土の7割が山なわけでしょ、森なわけでしょ。でその山の8割ぐらいは職人ですから ね、まあ、今なんか政府はですね、あの花粉症対策で杉を全部、ね、伐採しようかみたいなことまで言ってますけど、伐採してメガソーラー作るのやめてねって話ですよね、はい、それだったらね、花粉症を出しに使ってメガソーラーにするのかというようなことで我々は怒らないといけないぐらいですけど、まあ、それちょっと置いといて、教育って目の前の損得で言えば、ね、見えないかもしれない、ね、それよりも、ね、目の前の食べ物欲しいとかお金欲しいとかあるかもしれないけど、そんなのはね、江戸時代の米百俵の話もあるじゃないですか、小泉純一郎総理も、ね、例えに使ったけども、ね、違うんですよ。今お金が欲しい、今ご飯が欲しいとかいうことよりも、今あるものを使って、まだ日本はお金ありますから、世界的に見てもまだ持ってるんですよ、国民個人個人は。これを使ってどういう人材を次に残すかですよ、20年後とか30年後とか考えて。それがやっぱり政治の取り組みだから。でもちろん目の前のことをやらないといけないけど、それだけじゃダメなんです。やっぱり将来のことをちゃんと考えてやってくれる人たちがいたから今僕たちがいるんで、今僕たちが目の前のことだけしか見てなかったら、将来の子供や孫はどうするんですかって話なんですよ。でも今本当にそう なりつつあるんですよ。人口は減るし、給料は減ってるし、医療費はもううなぎ登りだし、で外国人が増えて、日本の株が買われて、土地が買われて、水源も持っていかれて、でどうするんですかですよ。だから今我々は少なくとも、ね、奪われないように、取られないようにブロックすることが大事じゃないですか。それが賛成とか言ってる地域守りっていうことですよ。でもう一つ言うなら食と健康ね。これは私たちが結局病気にたくさんなるのは食べてるものが原因だって話ですよ。で食べ物を大事にしないとなると、一次産業がどんどん衰退していくからね、食べ物をしっかり、ね、確保しようということを考えればですね、絶対一次産業を守るしかないですよ。だから今国防費を上げるためにね、どうするかという議論を国会の衆議院でしてます。いずれ参議院に回ってくるでしょう、ね、確かに国防費を上げること、ね、国守ることは大事です。で僕はどうしてもそこで言いたいのは、国の防衛を考えるんだったら一次産業を守るですよ、はい、一次産業、国防費の中に、予算の中に農林水産予算が少ないから、それだったら国防費の中で、ね、一次産業を守るっていうことをきちっとやらないと。だから古来ね、戦争やるときには兵糧がいるわけですよ。兵糧を断たれて、ね、どんなに強い武器持ってようが、兵隊がたくさんいようがですね、兵隊いたらいた分だけ兵糧がいるんですよ、でしょ。だから兵糧確保せずに戦やるって何事だって話なんですよ。日本は兵糧が全く自分のところで自給できない状態になってるのに、それでね、隣の国とか、ね、ロシアとかそういったところ退治しろって言われたって、それはもう海止められたら、流通止められたらアウトじゃないですか。大東亜戦争だって流通止められたことがやっぱりきっかけの一つになってるわけでしょ。なんで同じ失敗繰り返すんですか。少なくとももしね、日本を守ろうと思うんだったら、我々はもう、ね、攻めていくってことはないんだから、
ね、必ずこの島を守るっていう防衛ラインをね、この海でやるわけでしょ。だから自給自足がちゃんとね、エネルギーとか食料とかできるっていうことがものすごい大事じゃないですか。それができればね、持ちこたえていればですよね、生き残れるんですよね、この島でね、陸続きじゃないから。これ幸いも日本も本当に幸運なとこですよ。島国なんで、だから海が守ってくれてるからですね、我々この島をきちっと守っておけばですね、また100年200年300年や1000年とこの国を守っていけるんですよ。今そういった視点に立ってね、しっかりと食を考え、ね、そしてその中で我々の健康を守っていくってしないと、結局医療費が一番の金食い虫ですから、これは国も地方も変わりません。地方自治体だって社会保障費にいっぱいお金かかってるわけですよ。医療だ介護だっつって、ね、でそのほとんどは国からお金もらってるんです、ね、それを構図変えてですね、やっぱり桜だったら桜で、千葉だったら千葉で、本当はそれぞれの県でですね、独立採算でやって、ね、国とある程度対等にね、交渉できるぐらいの政治をやらないといけないけれども、まあ、そういった政治ルールに日本はなってないわけですね。そういった地方と国のあり方も含めて、もう一回私たちはみんなで考えないといけません。で、考えて動けば変えられるんです、皆さん。諦めないでください。今の日本の仕組みだって、だから78年前に GHQ がほとんど作った、作り変えたもんなんだから。もっと言えばその前に、ね、明治維新でガーッと変えられたもんなんですよ。ね、だから80年ぐらいで毎回変わるんです。その前は江戸時代だからね、徳川家康まで遡れば1600年まで戻りますけど、ね、でも、変えられるんですよ、変えようと思えば。だから変えられるっていうことをまず確信を持って、じゃあそのために何を一人一人がしないといけないのかっていうことを地域地域でみんなで考えるんです。で、考えた上で地域で教育をやり、で食料を守り、でそして我々の資産や水源や、でそういったものが奪われないようにきちっと自警団を作るんですよ。心の自警団でいいですよ、別に戦わなくていいんだから、ね、そういったことをもう一回きちっと足元を固めていこうというのが参政党の公約です。ね、全然他の政党ということが違うから、ね、受け入れ難いかもしれないし、すぐには票にならないと思いますけども、でも僕たちはこれを愚直に全国で言い続けます。今回182人の方々が後半出てくださいます、ね、皆さん一人一人表現の仕方は違うかもしれないけれども、少なくともこういった思いでやりましょうねということで集めてる方々だから、みんなその思いには賛同してくれてる方々です、ね、この桜では三井さんが、自分は60代だけども、でもあえてね、60代70代が今成長中心だから、そこに同世代でも使っていくと、ね、でおかしな言論空間を打ち破って、ね、まずみんながちゃんと議論できるようにするって言ってくださってますから、ぜひですね、皆さん三井さんと一緒にこの桜でもプラットフォームを作ってください。もうこうやってね、たまに来てお話しして皆さんに思いを伝えることしかできないですけれども、でもこうやってプラットフォームがあればまた僕らも来れます、ね、僕だけじゃなくて武田先生とか吉野さんとかいろんな人がまた桜に来てくれると思います。そういった僕らが来る場所をね、ぜひ桜の皆さんでこの選挙を通じて作っていただければ嬉しいです。今日の私からメッセージは以上です。ありがとうございました。